こんにちは、江上です。今日は日付が変わって12月の16日の土曜日です。ということで、ちょっとこっち向いてないでしょう。まだ家近くないからバレんかなと思って。これ見て。名古屋市内、今これ金山だけどさ、すごい霧。珍しいでしょう。山ん中とか行くと霧なんていくらでもあるけど、この街中でさ、こんなに霧があるっていうのは、なかなか珍しいでしょうと思ってさ、まあちょっとやってみた。まあ俺の車の窓が汚いっていうのもあるけど、これはもうほぼ霧ですよ。ということで、気温差があると何？地面が冷たくてみたいな感じだとあれなのか？霧が出るのか？なんかちょっと霧の原因はよくわからんけどさ、調べてみんと。でもなんか今日は街中もすごい霧ですよ。ということで、今日金曜日も一日ありがとうございました。今日もさ、懐かしい人とか、めちゃくちゃ久しぶりの人とかさ、会えて、何人も。本当に、なんかさ、まあ、話した時に言っとったけどさ、なんか全然久しぶりじゃない感じはするんだけど、やっぱり、コロナ禍前に会ったきりっていう人もいっぱいいてさ、なんかもう時間がワープしてるんだよね。3年間ぐらい。だから、そっか、もうコロナ禍前で、あのイベントやってもらってたのってもう5年前ですかみたいな。怖いね、なんかそう考えると。5年も経った気が全然しないんだわ。っていう人はいて。もっとや今日なんてもう15年とか20年ぶり、20年やないか。でも下手したら15年ぶりぐらいに会った人もおったしさ。まあ嬉しいよね。本当にお互い元気で会えるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいし、あれなんだけど、ちょっとやっぱコロナ禍で時間がワープしとるなっていうのをすごい感じました。まあだけど本当にさ、今日の内容もすごい良かったし、なんか懐かしいって思うこともあるし、初めて見たっていう感じもあるし、本当に日々さ、ありがたい、面白い、日々面白い、なんかいい人生を送らせてもらってると思いますよ。ライバースっていうのをやらせてもらって、まあさ、俺ちょっと話したと思ってたんだけど、話してなかったことがあってさ、そのライバースっていうのをやってっていうのもそうなんだけど、まあ俺それこそこの 2,3 年でめちゃくちゃお金がなくなったわけ。もう個人の資産とかももうどんどん削って、とにかく店を守って、まあ、雇用を守ってっていうことを今までやってきたわけですよ、この 2,3 年間ね。だから逆にまあ今もそうなんだけど、そのお金のことばっかり考えちゃってさ、その資金繰りだったりとか、売り上げを上げるためにはどうしたらいいかとかさ、なんか本当にそういう思考になってたわけ、ここのところだけど、まあ最近さ、経営者の会とかいろいろ参加させてもらったりとかさ、まあ今年の下半期っていうか、まあ6月ぐらいから、6月ぐらいまでは本当に銀行とかばっかり行って、誰かとなんか会うなんてことはほとんどなくやってきたんだけど、この6月下半期からさ、本当にめっちゃいろんな人に会ってるし、ちょっといろんなところにも行かしてもらってるわけ。で、その中でいろんな人と話して、こう気づいたことがある。この年末にして。っていうのが、やっぱりお金でさ、売り上げが、上がる仕事ってなんだろうとかさ、スタッフの給料を上げるためにはもっと効率のいい仕事をしなきゃいかんとか、めちゃくちゃ考えてたんだけど、それ間違えとるなと思ってちょっと思ったわけ。っていうのも、まあそもそもメインはライブハウスから始まったわけ。まあ今映像制作だったりとか、クレープ屋さんだったりとか、まあいろんなことをやらせていただいてるんですけど、もともとはまあライブハウスだったわけ。でさ、じゃあ会社的にまあコロナが理由か、まあそれだけじゃないかもわからんけども、その売り上げがめちゃくちゃ下がりました。だけど、今の現状でも、スタッフにも生活があるわけだし、スタッフにもやりたいことはあるわけだし、じゃあ給料を上げるためにはどうしようってなった時にさ、なんか、お金のことばっかり考えとったらさ、儲かる仕事ってなんだろうってなっちゃうわけ。で、実際にさ、俺のとこにも去年か、一昨年か忘れたけどさ、まあお金になる話っていうのは来るわけですよ。まあ例えば、まあとあるライフラインのさ、
その切り替えの営業みたいなのをやったら1件あたり7万円とか、まあ、いろんな話があるわけ。じゃあそれをさ全力でやって、あのスタッフ全員でその営業みたいな飛び込みの営業だったりとか、どっかの企業に電話しまくったりとかして、で給料を上げていくかっつったら、多分スタッフそんなの全然やってくれないと思うわけ。まあ嫌だよね。で俺も、まあ、まあ俺は別にやれって言われたらやるけども、だけどお金のためだからっつってやりたくないっていうか、今までやったことないことあのやったって結局結果につながらんかったりとか続かんかったりとかするわけで、お金のことだけ考えれば世の中には儲かる仕事っていうのはいっぱいあるでしょ。でまあそれはまあとある社長さんに、この間のその社長の会の時に、俺今こういう状況でっつって、でスタッフともあのみんなでいい風になっていきたいんだっていう話をした時にさ、言われたのがさ、思いをさあの共有思いを、まず思いだっつって言われたの。まあそれはどういう意味か最初パッと聞いた時はよくわかんない。思いってどういうことだろう、儲けたいとかそういうことかなと思ったけど、そうかと思って、でライブハウスにさ、もともとこう働きに来てくれた人っていうのはさ、まあそれなりにやっぱりそういうのを使ってさ、あのそライブハウスっていう仕事をしたいと思って最初は入ってきてくれてるわけだよね。だけどお金が欲しいって言って、じゃあなんかの営業の代行をやらせたりとかしたって、多分それはもうなんでってなっちゃって、まあ、続かんくなっちゃうわけよ。じゃあそもそもライブハウスの俺の思いって、なんでライブハウスなんてやっとんだろうとかさ、すごい考えたわけで、俺も社長の会っていろんな人にさ、なんでそれを始めたんですかとかさ、どういう風にそうやって大きくなってったんですかっていうことをいろいろ聞いとったもんで、俺はどうだって一回考えたわけ。そしたらさ、まあうちの会社のホームページももう10年以上触ってねえけど、更新も何もしないけど、ホームページはそれもやらなあかんだった。あ、じゃあまあそれは別として、ホームページにもさ、音楽と映像で感動を作り出す会社みたいなこと、キャッチフレーズみたいなの書いてあるわけ。ちょっと忘れたけど、音と映像でだったかな、なんかそんなようなことが書いてあるわけで、そうだと思って、俺さもともと中学生の時にそのまあ、チャゲアンドアスカのコンサートを見て、もう照明とかなんやらがもうすごすぎてさ、もう三重県育ちの中学生からしたら、もうそのコンサートがすごすぎたわけ。もう忘れもしないレインボーホールなんだけど、1993年にね、それ見て感動しちゃってさ、もうめちゃくちゃ。ほんで俺はこういう道に行きたいなと思って、まあなんだかんだいろいろやらせてもらって今があるわけ。だからやっぱりその音とか映像でその感動させたいなって、人を喜ばせたいなっていうのが根本的な思いだなっていうのを思い出したわけで、それっていうのは多分うちのスタッフとかもやっぱり人を喜ばせることが好きだったりとか、そのエンターテインメントに興味を持つってことはやっぱりそういう人の集まりだと思うわけ。なんか人を喜ばせたいなとか、音楽で感動を与えたいなとか、まあ自分がなんかのライブ行った時にすっごい楽しかったから、そういうのを作る仕事をやりたいなっていうのが大体そうでしょ。だからその思いっていうのをまず再現できてるかっていう、でそれが再現できてれば後からお金がついてくるんだっていうことを、まあこれも本当に基本中の基本なんだと思うけども、やっぱりさ目の前にのお金のこととかいろんなことになんか囚われちゃってさ、その基本的なことを忘れとったなと思ったわけ。ほいであの思い返したら、俺はその音楽とか映像で誰かの心を動かしたい、感動っていうのは泣くだけじゃなくてもさ、わーすげーってなんかこう心が動く、感情が動くっていうのが感動でしょう。だからなんかそうしたいなって思ってこういう仕事をやってんだったっつって、でそういう仕事でちゃんと売り上げを立てていきたいんだったっていう、売上を立てるってことが一番の目的じゃなかったっていうことに気づいたわけよ。でもさ、俺それに気づいたらさ、なんかすっごいなんかいろんなものがさ簡単に考えれるようになってきて、その例えば掃除一つでもさ、例えば掃除しといて、トイレ掃除しといてっつって、そしたら言われたらまあトイレ掃除するよね。ほんで言われたもんでトイレ掃除してしときましたみたいなのがまあ普通なんだけど、
なんかそこで思いを共有できててさ、俺らはまあ誰かを感動させたいんだっていうのが本当に根本的にあるってことを、分かればさ、なんかトイレお客さんとかが入ってくれた時に、うわめっちゃ綺麗やんって感動したりとか、まあなんかめっちゃかっこいいやんとかさ、このトイレめっちゃかっこいい、なんか感動させたいみたいな、なんかそういう思いを根本として持って行動してればいいじゃんみたいなことに気づいたわけ。そしたら俺この今 YouTube やっとるけど、まあこれはこれで Vlog として日々思ったこととかさ、なんか記録していこうと思ってやっとるもんね、ちょっと違うかもわからんけど、例えば YouTube するにしても、誰かを感動させる動画を作るんだとか、感動するチャンネルを作るんだって言ったら、こう理にかなってくるわけ。ライブを組むって言ったって、感動させるライブを組むんだとか、まあ音響照明とかにしたって、来たお客さんが感動するぐらいの照明にするんだって言って、まあとにかくその思いっていうのを根本に考えてやっていけば、映像制作も音楽制作も、こうライブを組む、イベントを組むっていうことも、で掃除とか、そのいろんな仕事っていうのが、こう理由が出てきてさ、目的が出てきてっていうのをすごい思ったわけ。だから、まあ今それを考えてさ、例えば占いをやりたいとかって来年やろうと思ったんだけど、感動する占いとかさ、なんかそうやってコンセプトをくっつけていくわけ。感動する何々、感動する何々って。だからやっぱそういうのが大事なんだなと思って。まあその感動どのこのっていうのは俺がやりたいことだったから、まあでもここを一回、まあ感動じゃなくても、なんでこういう仕事に一番最初やりたいと思ったっていうところを思いを共有していって、まあだからこのイベントを組んでんだよとか、だからこういう証明にしてんだよっていう、なんかちゃんと自分たちの思いが、その自分たちがやってる仕事の裏付けになってれば、それっていうのは絶対伝わってくなと思って、お客さんに。で、お客さんに伝わるイコール、その後にちゃんとお金になっていくんだなっていうことを、最近思ったわけですよっていう話でした。結構来たけど、霧まだまだすごいよね。なんかまあ俺の家はこっちの方なんです、南の方なんです。まあそれはまあ別にいいか、バレたって。でもなんかガチで家バレたらさ、なんか知っとる人は襲ってこんかもしれんけどさ、なんかこう YouTube とかでなんかアンチみたいなやつが現れた時にさ、めっちゃ襲ってくるかもしれんでしょ、家。まあ襲ってきたらやり返したるけど、まあだからあんま家はバレたくないなと思って、ずっと自分の方向けてやっとったんだけど、今日はね霧がすごいもんで、ね、ちょっと道を映してやってみました。真っ赤っかだもん、だって向こうの方霧が照明のスモークみたいになって真っ赤っかでしょう。ということで気をつけて帰りたいと思いますよ。皆さん金曜日ありがとうございました。またね、明日明後日も土日と忙しいですよっていうことで、土日もよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。